何が？ブラウンとキャメル在庫復活。オフィスに何個あるか。オフィスに何個あるか。で、シンその37あるやん。その在庫用を見といて、ショッピファイの在庫を見といて、あれ計算してキャメルとブラウンを反映させる。まずショッピファイ。まずショッピファイにシンを確認して反映。で、シンが、ベースを。すごいね。で、自炊つくような感覚で、こちら鹿側だけの、はい、こういう川行ったついでに観光できるのもね、こういうのいいところですよね、メイドインジャパンの、はい、はい。あ、紹介遅くなりました、この動画はですね、こんな感じで Vlog を見ていただきますので、喋らん時もありますが、行きましょう。明日っていうか今はいいなんだよね。いただきます。失礼します。美味しそうやね。うん、さっきも食べようよ。草餅？うん、ふわくんも、うん、うん、うまい。ふわくんふわんこだよ。うん、美味しいね。確かうまい。うん、はい、今からですね、整骨院じゃなくてマッサージを受けに行きます。2週に1回ぐらいは僕行ってるんですけど、マッサージ受けて、で、あとホワイトニングの薬がね、もうなくなったんで、ホワイトニングの、薬をもらって、嫁のホワイトニングの予約もしやなあかんので、そんな感じです。
あ？そっちもそっち。はい、おはようございますということで、3月26日の火曜日ですね。本年もセカンドチャンネルやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、すいません、2つください。そんなに2つ。すいません、なんかそういうの言ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいです。こういう記事面白そうですよとかって言ってもらえたら。ちなみに結構なんていうんですかね、それこそ記事単価もあんま安いのは使わないんですよ。なるほど。高い方がいいっていうか。そうなんですね。1000円よりは高い方がいい。メーター1000以上はなるほどなるほど、あった方がいい。そんなこと言っていただけるなら。いい。確かに助けてあげたいとか、一緒に頑張ってあげたいって思うような、そういうのが結構。今から僕と嫁さんと、弟の彼女に会いに行きたいなと思います。せーの、楽しみだな。あ、嬉しいか。まあ、いただきました。初めての食事です。いただきます。
疲れてますけども、アルコールビール。甘っ。爽やかでフルーティーな味わいや。